1977年の紅葉橋仮上工場と、周囲約500メートル範囲。右が網走方面。地雷地区と人志草地区の境、山が迫る位置にあり、左端にサロマ別川を渡る鉄橋が見える。紅葉橋は、左上の道路橋の名前。暴風雪林の陰でわかりづらいが、ホーム横の少し離れた位置に、待合室の白い屋根が見える。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成公用協仮条工場は北海道ところサロマ町和ざ地雷にかつて設置されていた日本国有鉄道有毛線の仮条工場である有毛線の廃線に伴い1987年3月20日に廃止となった一部の普通列車は通過した3月3日改正時点で 下り三本、上り三本。廃止時点で一面一線の短式ホームと線路を有する地上駅であった。ホームは線路の南側に存在した。点鉄器を持たない防線駅となっていた。廃止島で仮上工場であり、無人駅となっていた。駅舎はなかったが、ホーム中央部分から板敷きの通路を渡った位置に待合所を有していた。 ホームは中有別型にスロープを有し、駅施設外に連絡していた。東リ上工場付近を流れるサロマ別川に架かる橋の名前に由来する、紅葉が美しい場所とのことである。2011年時点では、サロマ別川の河川改良工事が行われた影響で何も残っていない。また、東リ上工場跡の人志双方にある小さな沢にカルバートが残存していた。 ありがとうございます。